今年7月、札幌市中央区のたぬき工事3丁目に誕生したばかりのもゆく札幌。おはようございます。いらっしゃいませ。今日3階に新たなテナントロフトがオープンし、午前10時の開店直後から多くの人でにぎわいました。前よりも家から近くなるので通いやすいなと思って楽しみにしてました。札幌駅開発であちこちなくなってるから、またこっちにできるといいんじゃないですか。きっとお客さん流れてくるんじゃないかと思うんですよね。売り場面積は先月末に閉店したエスタ内の店舗の4分の1程度で、1万8500種類の雑貨が並びます。逆にですね、見渡しが効いてお客様にしてみると買い回りがしやすい、そういった売り場かなというふうに思っております。またここは観光のお客様も多いので、そういったお客様にもご利用いただける、そういったお店を目指しております。こちらオープンを記念して札幌限定の商品も販売されています。この味噌ラーメンなんですが、箸を伸ばすと麺にメッセージを書くことができます。観光客にも訪れてほしいというこちらのロフト、札幌名物味噌ラーメンや北海道弁が書かれたポストカードなど、お土産に喜ばれそうなアイテムも揃っています。そして早くもにぎわっていたのが来年の手帳カレンダー売り場。縁起のいい日が一目でわかる手帳や、お花が飾れたりインテリアにもなるカレンダーが人気なんだそうです。現在札幌市内に2店舗あるロフト、11月末には再開発が進む新札幌駅前に新たに誕生する商業施設ビビ新札幌内にも3店舗目がオープンする予定です。大きなお店がですね、ちょっとサイズダウンしましたけれども、その分お店の数でまたいろんな地域のですね、根ざした形で広くですね、お客様にご利用いただける、そういったお店の展開を目指しております。